ダーク・ベルビューレンは、ベルギーアントウェルペン出身のヘビメタルミュージシャン。特に、スウェーデンのメロディックデスメタル、エクストリームメタルバンドソイルワークのドラマーとして、著名であり、2004年から2016年7月まで、在籍し、5枚のスタジオアルバムに加えて、ライブアルバム、DVD、ブルーレイに音源を残しており、ヨーロッパ、アメリカ合衆国、カナダ、日本、オーストラリア、 ロシア、中華人民共和国では、ライブステージに立っている。2016年に、アメリカのスラッシュメタルバンド、メガデスに正式加入し、ソイルワークを脱退した。ベルビューレンは、スタジオアルバムやライブの演奏技術によって、メタルシーンの中でも特に知られた存在である。そのため、前述の2バンドな他にもデビン・タウンゼインド、フレドリック・トーデイナル、サテリコン、ジェフ・ルーミス、 ウォーレル、デイン、アボーテッド、ナグルファー、スカーブ、パワーマット、ザ・プロジェクト・ヘイト・ナインティーン・ナインティーン等、多数のミュージシャン、バンドの作品に参加している。ベルビューレンは、所有する、ダイクローリング・スタジオで、セッションドラマーをしたり、タマドラムスや、マイネル・シンバルズの専門家として、世界的に活動しており、そのような活動をしていない際には、 ダークブラスと題された教則ビデオや本人によるオンラインのドラム教則を通じて知識や専門技術を伝えている。フランスのランシーにあるミュージックアカデミーインターナショナルで10年間、その他を合わせて20年もの間音楽教師を務めていた。2011年にベルビューレンはグラインドコアバンドベントシーを結成した。このバンドには ナパームデスのベーシストシェーン・エン・マリーとアボーテッドのボーカリストスウェンド・クロエが参加した。2016年7月、ベルビューレンはメガデスの新ドラマーとして正式に加入することが発表された。正式加入が発表される前、ベルビューレンはクリス・アドラーに代わってメガデスのツアーにセッションメンバーとして参加していた。そして、メガデスへの正式加入によって、 ソイルワークから正式に脱退した。ベルビューレンの妻は写真家のハンナ・ベルビューレンである。現在はアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに居住している。ベルビューレンはベジタリアンである。ベルビューレンは最初に影響を受けたドラマーとしてデイブ・ロンバードとミック・ハリスの2名を挙げている。この他に影響を受けたドラマーとしてショーン・レイナーとジーン・ホグラン、トーマス・ハーケ。 スティーブ・フリン、ピート・サンドバル、モルガン・オーグレン、トニー・ラウリーの、そしてチャド・スミスを挙げている。ベルビューレンは、ヒップホップ・ミュージックのファンでもあり、ビースティ・ボーイズや、ラン・ディ・エムシー、パブリック・エナミーが10代の頃に気に入っていた、ヒップホップグループであると述べている。ベルビューレンは、タマのドラムとドラムスティック、マイネルのシンバル、エヴァンスのドラムヘッド、トゥーントラックのソフトウェア、 DB のドラムシューズ、そして a イ i a n Years のイヤーモニターについてエンドウズ契約を結んでいる。また、ベルビューレンはトゥーントラックのための4つの成功なミディドラムパックを録音している。ライブラリーオブザエクストリームのブラスフィルズ、デススラッシュ、フィル・イン・サニティ、メタル・ビーツがこの音源である。また、ミディトラックのうち、 ザメタルファウンドリー SDX メタルイスックスについても貢献している。ありがとうございます。